長です。紬だよ。前回でフレッシュレイメドウの星をゲット。比較的あっさり終わったな。続けてもいいんだけど、設備解除のために次の町ピッツァラナトラだな。今回からこの町の星を目指すよ。じゃあ始めていこう。There is so much to learn in the wonderful field of gastronomy. Firstly, I suppose that it's not an actual field. Though with all the vegetables and livestock and so on, there may be rather a lot of time spent in a field. There you have it. The study of food really does cover so much ground that we only manage to scratch the surface and talk about grass. Let's have some music, shall we?新しい町のスタート。ここでは料理人志望の生徒がいるようだな。今回はその生徒たちに料理を教えていくのがここでのミッションってことだね。そのために料理法のコースを学んでいくってことだな。今回はおじさんじゃない、 DJ のシェフのようだな。ソウさんでいいのかな。生徒をシチューに変える手助け。また変な役になってない。とりあえず助けてくれるみたいだけど。気にするな、進めていこう。教室、キッチン、後料理の先生だね。では教室を作っていくよ。まずは教室が完成。シンプルだな。これでもポスターとか貼ってあるけどね。次はキッチン。セイボリーキッチンだな。いい香りのするキッチン。名前通りならいい匂いのする料理を作ってくれそう。サイズが 6×6 が最低と、大きさを必要とするのが気になるところだな。その分いろんなものを置けるといいけど。メインの機械はそこまで大きくないな。あとはこれにキッチン用品を並べていく感じだな。材料を切るところ。レシピ本の場所。調理器具置き場。洗い場。材料置き場。あと消毒は重要だね。レベル上のために植物も。これでレベル3になった。これで完成だな。学校のレベルも2に。あとは先生だな。ハラヘリさんと。トイレが遠い人。雇うならこっちだな。ではよろしく。よろしくお願いいたします。これで最低限の準備は整った。じゃあ始めよう。行くよ。ちょっと待って、最初の目標は学校レベルを3に。まずは総さんの説明を読んだ方がいいだろう。いいシェフを育てるには生徒やスタッフが天国と感じる空間を作れってことかな。大体やってるだろう。そのためにも最初に学生を受け入れる準備をしないとね。学校レベルも3にしないといけないからな。ということで休憩室とトイレを準備。学生が10人程度のはずだからこんなもんか。次に図書館も準備するから。これは教室の近くに用意しよう。この辺りで。キッチンのドアが微妙な位置だな。でも図書館としては十分な大きさがあるから。図書館も完成。これで学校レベルも3だな。あとはアスパンを雇わないと。図書館スキルがある人。この人は動きが遅い。こっちはスキルがいっぱいついてるな。序盤だし安い人の方で行こう。よろしく。さて、ソウさんの話を聞かないと。自力だけでは成績は上がらないかもしれない。みんなを家に帰してゆっくり大きな声で話す。いろいろ言っていたが、個人授業用の部屋を作るのがおすすめだそうだ。これに本語訳がついたらどんな感じで訳されるのかな。個人授業用の部屋が解除されたな。これも作ってしまおう。
これだね。休憩室とトイレの間に作ろう。向かい合わせの机と、あとボードかな。これで準備はいいな。もう一つ置けないかな。置けないと思うぞ。なんで。この部屋の意味を考えればすぐにわかりそうだな。あ、個人授業用だった。ポスターも解除して、とりあえずレベル2に完セット。雑なカットだったな。迷ったからね。おじさんの説明は個人授業で遅れている生徒のキャッチアップを図るようだな。生徒と先生は同じコースじゃないといけないみたいだけどね。これで新しい目的が出てきたな。個人授業の完了か、始まるまで待つしかないね。生徒たちも入ってきたね。まだ授業の開始までは時間があるからな。相変わらずタンスの中身はカオスだな。ここはそっとしておこう。このスケジュールの隙間にこれからイベントを差し込んでいく感じだな。そのためにはもっといろいろ立てないと。もう先生は授業の準備に入ってる。気が早いな。ちなみにカットした間に自販機や事務員さんを雇ったりしてるからね。そこを踏まえてみていただければ幸いです。もうちょっとで授業が始まりそうだね。ちなみに下のゲージ部分を見てるから。説明ありがとう。なかなか生徒が来ないね。この世界の生徒は大体遅刻するからな。授業始まっちゃったよ。すみません、遅れました。ごめんなさい。大体集まったね。Sadly, to be a spy, you need to be able to whisper. And I just can't do it. When it comes to disclosing secrets, you don't want my persistent volume and crystal clear intonation. 教室のオブジェクトはケーキのようだな。皆さん、玉ねぎ、牛肉、人参といったこれらの食材をですね、計量カップに入れます。そうするとなんと量がわかるんです。意味不明なのだ。また鍋やフライパンはメミパンを使いましょう。ますます意味不明ですわ。では実際に見せましょう。この鍋にハンドパワーを。わかりましたか。ますますわからん。この先生大丈夫かしら。授業が終わったみたいだね。ちょっと評価が気になるところではあるがな。まだ始まったばかりだし大丈夫じゃない。あとは図書館で勉強してくれれば。それもそうだな。また次の授業、研究か、始まるまでは快適性を上げるための作業をしておこう。ベンチとかそのあたりだな。次の授業が始まりそうだぞ。今度は実習だね。火力を調整するのだ。皆さん、火には気をつけてください。材料は大丈夫かしら。うん、うん、ちゃんとやってますね。もうそろそろできるのだ。とりあえず肉は焼けましたね。少し焦げてますわ。では次の工程の準備に入ってください。最終工程なのだ。できましたわ。まあいい感じでできましたね。グッと。やったのだ。今日も疲れましたわ。さて評価をつけないと。今回は B で。これ生徒の学習評価もちゃんと見ないといけないのかな。そのあたりも今後課題になってくるかもな。さっき実習が終わったばかりだけど個人授業が始まりそう。まずそこのボードを見なさい。ゲージが動き始めたな。これが 100% になれば目標達成だね。いや、よくわかりません。気合が足りないんじゃないか。これをこう。やっぱりわからないのだ。だからどうしてわからないのです。エアーハイ感じるのです。
とりあえず分かったのだ。目標達成。次はパーティーの説明だな。パーティーを通して生徒たちのレベルを上げろと。おおむねそんなところだろう。学生ユニオンが解除されたね。では作っていくよ。まだまだスペースはあるな。とりあえずは端っこに。バックハンターみたい。本当に日本語に直したらどういう位置づけのものになるんだろうな。確かにね。次はテーブル。あとダンスなんかも設置して。ほぼほぼ遊ぶための部屋っぽいな。ラウンジとの差ってお酒が飲めるってことなのかな。これでレベルが4完成で。学校レベルも上がったな。後押しさんが必要だね。この人良さそう。まあいいんじゃないか。一応隣の人も。清潔さに欠けるのは気になるな。やっぱり前の人で。よろしくお願いします。これでイベントの説明が来たな。イベントでみんなハッピー。あとはアークライフバランスの増進にも触れてるな。早速イベントを仕掛けよう。スチューデントユニオンパーティーだな。報酬に移動速度の向上と幸福度の服があるね。あとはいつするかだな。このまま年末転移気がするけど、やっぱり前はダメだよね。やっぱりこれで。あと毎年するようにしよう。予約っと。今度はパーティーの様子を見る感じだな。そうだね。目標もパーティーが完了することになってるし。パーティーの前に生徒がやってきちゃった。別にパーティーでなくても利用可能だから。いらっしゃい。何にするの。カルアミルクを頼むのだ。その前になんか食べるもの。あげますわ。ありがとうなのだ。あ、もうなくなってしまったのだ。Fantastic. 今日は忙しいわね。なかなか人気の施設だね。ちゃんと見てなかったが、ここで食べ物、飲み物の数値も回復するのかもな。確かにその可能性はあるよね。アップパーティーが始まった。その割にはみんな落ち着いてるな。外国だから踊りまくっているイメージあるけど。イエーイ。クラックヨーハンズ。ヘッドバンギングしてる人もいる。実際裏でどんな音楽流れてるかわからないが、みんな楽しそうで何より。みんなで喋ったりもして仲良くなったみたい。パーティーは成功のようだな。どうやら他の施設でもイベントは開催できるようだな。なるほどね。これで下準備は完了とのことだな。あとはいろいろ組み合わせてやってくれとのことだ。ちなみにソウさんが料理のジャッジをするみたいだ。その前にクックオフの説明はどこに。面白い映画が解除されたようだな。これもイベントだね。どんどんイベントが起きるな。これは個人授業の先生が足りない警告だな。やっぱり一人だと厳しいかな。通常の授業もやってるからな。しょうがない。遅いのは気になるけど、この人を雇おう。よろしく。ちょっとずつお金が減ってきたな。一応まだ大丈夫だと思うけど。
joined by Professor Hamish Cumberbatch of the Pebbly Frog Sanctuary. これは普通の教室用のイベントだったな。 Gibbons are nothing like an amphibious cat. いつがいいかな。 What's going on, Hamish? 2月頭までいいか。 That's right, Vicky. Gibbons are actually, well, they're land mammals and apes. あと毎年のイベントにして。 But with very long arms. これで OK。 Well, I never. スケジュールも待ってきたな。 There's nothing I like more than being connected. ここにクックオフがある。クックオフってイベントだったんだね。一応報酬もついてるな。仕掛けておきますか。何もなさそうな3月でいいかな。こっちは毎年の設定はなかったな。総さんの予定が決められないからじゃない。目標も星に変わったな。ここからは時間の問題かな。とはいえ今回も長くなりそうだからここまで。よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いいたします。じゃあね。